皆さんこんにちは、2023年3月の、22日、まあ上の方に右上の方にまあちょっとあのまあ日付出てますけども、ワールドベースボールクラシック、優勝しました、日本代表の関係者の皆さんおめでとうございます。僕もその関係者だと思ってるんですけども。まあ、後からね、VTR 見て検証していただいたらわかると思うんですけども、決勝、素晴らしい試合でした。僕は、ここ数週間前に送ったグループリーグが、終わってから、まあ、一つ気になることがあると。そのエラーが三つあったと。で、そこだけ、しっかりと修正してほしいと。まあそれでまあ全て計算が立ってくるみたいな部分があって、まあ守備すごくきっちりしていて、ああいうふうにね、守備がきっちりできてるときって、体が正確に動けてるときなんですよね。だからバッティングとかも、まあ盗塁とかバントとかも全てそうなんですけども、それが一つのみんなの調子を測るバロメーターでもあると。だから守備がきっちりしてるところ、ファーストへの送球も、一番取りやすいところ、ファーストが取りやすいところで送球ができているとかね。一つ一つ見たら、仕上がってるなっていうのがわかるんですよね。だからまあ、やっぱりアメリカもあれだけのメンバー出してきてますから、まあ僕は、そんなもん知らんって、こっちは優勝することしか考えてへんわぐらいしか、考えてるんですけども、まあ言ってるというかね、まあまあ、これは日本代表の人たちに届いてるメッセージとか言葉とかね、テレビ局を通してっていうね、そういうところで、まあ、僕は自分のことも信じてますし、今まで考えてきた内容とか伝えてきた内容が、きっと記録化されていて、みんなそれで取り組んでくれてるんだろうなっていうのは、まあ、翔平はバントを、したシーンが、予選じゃない、グループリーグかな。じゃない、その次の時かな。ちょっともう、どうしよういいか、ちょっとごちゃごちゃになってきちゃってるんですけども、もうすぐした、今日18時30分から今度、フィギュアスケートの方で、世界戦ですから、それに対応しなきゃなんないんですけども、ピッチャーがね、あれだけの、まあ、強力な打者相手に対して、逃げてないんですよね。僕は昔も言ったんですけども、野球上手くなりたいんだったら、最初からフォアボール出してもいいみたいな、中途半端な勝負の仕方、もうそんなことしてたらダメ。あと、申告敬遠とか。相手に勝ちたいんだったら、国際戦になってきたら、その国の各チームの4番とかばっかりが集まってくるから、逃げ場ないんですよ。どのバッターとも勝負していかんかったら、下手にフォアボール出したら、余計類が、人数増えていって大量得点される可能性があるから、もう腹くぐって勝負するしかないんですよ。絶対に。そっから逃げたチームって、絶対に負けるんです。ほとんどのケースがそうです。で、しっかりと検証してもらったらわかると思うんですけども、日本のピッチャーね、しっかりとストライクゾーンにボール投げ込みに行ってるんですよね。そのストライクゾーンに投げ込みに行って、まあちょっとコントロールがちょっと外れたり、これはあるんですけども、基本的に勝負しに行ってるんですよ。だけども、アメリカの代表の選手は、翔平に対して、最初から、まあファーボールでもいいかな、みたいな形で、ボール球を先行して投げてきた時点で、負けてしまうんですよ。気迫の部分で。心で負けてしまったら、窮地に陥った時に負けちゃうんですよ。闘志があったら何をしたらいいかが頭の中にはっきりとよぎるんですよ。何をしなきゃなんないのかしっかりと分かってるから。だからその状態はものすごく重要で、うん、だからもう勝負しに行ってくれて、最後、翔平が、気合で、最後、締めくくってくれましたけども、まあ今、最後の最後に精神論かっていうようなことを考えられる方も
今更の時代に精神論家とか言われる人いらっしゃるかもしれませんけども、違うんですよね。心が整ってなかったら体がついてこないんですよ。で、トラウトというアメリカを代表するバッター、メジャーリーグを代表するバッターと言ってもいい、バッターに対して、翔平はストレートをど真ん中に2球投げ込んでるんですよ。だけどもバットにかすりもしなかった。これが現実なんですよ。気迫で勝ってるんですよね。魂こもってるんですよ、ボールに。気持ちが入ってるんですよ。で、一番最後に締めくくったのはスライダーで、ダルビッシュが最後を務めたワールドベースボールクラシック第2回の大会でしたっけね。第1回だったかな、第2回だったかな。あの時もダルビッシュが最後に締めくくった時はスライダーだったでしょ。翔平もスライダーなんですけども、ちょっと違うところ、今回の違うところは、翔平のスライダーはあれストライクゾーンだと思うんですよ。ストライクゾーンからボールゾーンに行こうとしてるんですけども、ベースの上では多分ストライクゾーンを通過してます。スライダーも逃げなかったんですよ。それで勝ってるんですよ。あそこまでされたら、ものすごい底力っていうものの差を見せつけられるんですよね。これが第二次世界大戦で日本中焼け野原になって、さらに原爆に圧倒化されて、そこからズタボロになって、そこから世界第一 GDP、 まあ今は3位ですけども、1980年代から90年代前半ぐらいかな、それぐらいまでの頃は世界 GDP 第2位の国まで復興を成し遂げて、阪神・淡路大震災や東日本大震災や熊本の大地震、北海道の大地震、新潟の中越沖地震、中越沖地震じゃない、中越地震、いろいろ大きな災害、大雨の災害、台風もの数も数知れずですよ。大雨、台風じゃなくても大雨で河川の氾濫とかの、大きな被害だけども乗り切ってきてるんですよ。最後ものを言うのって、実は技術はそれまで身につけておけばならないんですよ。もうその前に選ばれてきてる人たちはもう今更技術なんか持ってるんですよ。だから最後絶対もの言うのは気合気迫なんですよ。で、この今いろんなインターネット記事で上がってますけども、まあ最後はね、同じエンゼルスというチームで、僕はエンゼルス行くことを大谷翔平へ勧めたんですよね。まあ一番最初の二刀流からそうですけど、プロ野球界に相談して、もう彼は二刀、両方とも多分ずっと積み重ねていったら両方ともすごい選手になる可能性はあると。もう見ていてそうとしか思えないっていうことを僕は言っていて、で、日本プロ野球界はそれを強く受け止めてくれて、で、本人にも、もう絶対いきなりアメリカ無理だと。英語とか細かい内容、言葉の壁とかもあるから、そういうの全て準備してから、日本での実績とか全部、さらに成長してから、それからアメリカ行かなかったら、なかなかうまくいかない。これはもう本当の話。いきなり、最初からメジャー行くのって、言葉の壁っていうのは、政治の世界でもあって、全部が全部みんな英語で難しい、法律用語までたどり着けるかって、たどり着けない。本当に頭のいい人たちでも。本当に。だから、言葉の行き違いとか、物事の受け取り方とかも含めてね、それで昔戦争になってしまったんだろうなっていうところ、石油の、昔から石油の残存量っていうのは危惧されていて、石油が尽きてしまったら、食料の供給とか、もう明治維新の文明開化が終わった後、もう他の国なんかもっと早く先進諸国化してるところは、アメリカとかイギリスとか先進諸国化しようとしていったでしょ、近代文明に変わっていって。だからエネルギー尽きた時に、今更後戻りできないんですよ。今更馬車とかでお米とか魚とか野菜とか運べないんですよ、遠くまで。腐っちゃうんですよ、雨降ったらしまいですよ。だから第二次世界大戦の頃だって、その前に、石油の奪い合いで世界中で戦争は起きていたし、それを勘違いしちゃったんですよね。
どこから奪って何とかしようとしてたんですよね。新しい自然再生可能エネルギーとかで乗り切ろうという方向性で正常に考えられなかったんですよね。だからそこの世界も最後もの言うのって政治の世界ですけども、気合で乗り切るしかないんですよ。もうダメだ、ダメだ、もう、多分もう、この世界間違ってる、方向性もうみんな間違ってしまった。これ途中でエネルギー、石油とか石炭、ガス、基本的にガスという、天然ガスというものは石油の揮発したものなんですよ。石油なくなったら終わりなんですよ。2019年で世界で技術的に埋蔵、採掘埋蔵可能量は、69年分で、まだ探しはあるっちゃあるんですけども、そんなものを発展途上国は先進諸国がどんどん知っています。今、先進諸国として扱える国は40カ国ほどになっています。気がついたらもうこういうことになってるんですよ。さらに、先進諸国は40カ国に増えていたら、その国が頑張って善意を持ってね、発展途上国の人たちを助けてあげようとして、先進諸国化してあげようとしてあげるんですよ。で、先進諸国化しちゃうとどうなるかっていうと、余計にエネルギーの消費、世界の消費量は毎年毎年増えていくんですよ。ものすごいスピードで。その矛盾と戦わなきゃなんない。で、僕はその壁を乗り越えて、新しい、エネルギーの生産の方法を、自然再生可能エネルギーの新しいものを、考え出したと、思いついたと。まあ、そういう部分もあって、なんていうんですかね、僕も阪神・淡路大震災とか人生でいろんなこと経験していて、窮地に何回も陥ってるんですよね。仕事に置き換えてもそうですし。だけども、乗り切ってるんですよ。で、どんだけ、社会的地位じゃないんですよね。最後やっぱり物言うの根性なんですよ。諦めたらしまいなんですよ。だから、頑張ってる。自分で自主的に何でも調べて、自分で何でも解決しようとして、法律で陳情とか、請願法っていうものがあるから、国会議員の人たちに、いや、それ間違ってますよ。これこうです。ああですよ。で、テレビ出演者の人たちも、間違ってますよ。こうです。ああですよ。っていうことをずっと言って、ずっと改革をしてきて、そしてそれは進んでいる。で、野球の話に戻りますけども、これから先のストーリーは、まだこちらが用意してます。今シーズンの大谷翔平の目標はサイ・ヤング賞と、年間本塁打数80本超え。80本を目指すと。要するに新しい新記録ですよ。根拠は、投手の方では、根拠はね、まず言いますね。投手の方では、彼は新しいものを昨年身につけてるんですよね。で、15勝だったんですけども、160キロ台のシンカーまで身につけたんですよ。以前はスライダーと、まあ、落ちるボール、まあ、スプリットというか、フォークボールというか、まあ、あとは、強いストレートですよね。さらに、160キロ台のシンカーまで身につけちゃったんですよ。僕もわかる、野球をしていたことはあるからわかるんですけど、自分がバッターボックスだった時に、どういう風に対応したらいいかわかんない。そんなピッチャー相手に本当に。だから、打線良くなったら、多分20何勝する大谷翔平は。本当に。田中将大は24勝0敗というのを日本で記録を打ち立てて、アメリカ行ってもまだその連勝記録は、そのまま継続されて続いていって、31勝かそれぐらい、30何勝か連続で、まあ、引き分けを挟んでですけどね、負けつかずでっていう形で。だそれぐらいのことを、多分平気な顔して、気合、まあまあ平気な顔というか、まあ気合の入った顔かもしれませんけども、すると思いますよ。で、今回のワールドベースボールクラシックという、やっとアメリカが、大リーグの、メジャーリーグの、すごく活躍した超一線級の人たちを揃えてきて、やっと、まあ第1回目と第2回目は違うかったんですよね、ワールドベースボールクラシック。で、僕はそれで日本優勝しましたけども、僕はつまんないって言ってたんですよ。それじゃダメだと。メジャーリーグが、各球団がペナントレース優先にして、国を代表する戦いをおろそかにするって、それはおかしいと。
自分たちのチームで、まあ、他国から例えばプエルトリコとかドミニカとか、まあ、キューバからだとか今だったらもうイタリアとかいろんな国から来てるじゃないですか、まあ、日本も含めてそうなんですけども韓国とかからも台湾からも来てるでしょ。そういう人たちをナショナルチームにちゃんと返してあげて、どこの国が本当に野球が一番強いのかっていうことをこれ勝負しましょうよってっていうのは日本人として、まあ、僕は言うんですけども、その昔はね、昔の話ですよ、昔は確かに日本野球弱かったですよ。だけども今は違うんですよ。第二次世界戦争というものがあって、当時は食料不足だったから背の高い人なんかいなかったんですよ、栄養失調で。だからあの今は食料は行き渡ってるから、ダルビッシュとか大谷翔平を見てもらったら分かるように背大きいんですよ。今年藤浪晋太郎も、大リーグへ、メジャーリーグへ行きましたけども背大きいでしょ。だから昔と状況全然ちゃうんですよね。違うんですよ状況が全然で、技術的なところも含めてね。でその大リーグのそのファンの人たちがその国際試合のワールドベースボールクラシックのチャンピオンになったチームが世界ナンバーワンじゃないと、メジャーリーグでナンバーワンになったチームがワールドシリーズで優勝したチームが世界ナンバーワンのチームだって言ってるんですけども、もうそれ言う人あんまりいなくなっていた、いるでしょ。なったでしょ。その、もう1割もいないんじゃないですか。そういうこと言う人。見せつけてるんですよ。実力を。エリート組って呼ばれてる人たちは選ばれた人たちなんですよ。要するに大きな会社行ったら人事部がありますよね。まあ総務部の傘下にあるのかな、基本的に人事部が。まあ小さな会社だったら総務部の中からまあ人事を行ったりしてるんですけども、選ばれた人なんですよね。まあ一応選挙とかも基本的に民主主義だったら国民の皆さんからの投票で選ばれるからエリート組って呼ばれてるんですけども、本当にその人がその仕事に適してるかどうかなんか、まあ民主主義の場合分かんないから、最近だったらガーシー議員ってこういう人が当選した後、国会議員のくせに国会に出てこないと。仕事ずーっとしないで、仕事をサボってると言って、まず間違いないんですよ。国会議員だから国会に出てきて、難しい法律の話、今までの判例とか、今の社会問題に頑張って取り組まなきゃなんないですよ。それものすごい猛勉強をしなきゃなんないし、正しい心を持ってしなきゃなんない。人助けをしてあげようって。俺たちがみんなの税金、いただいて、高い給料をもらって、仕事してるんだから、多くの人を助けてあげなきゃなんないって。そういう熱いハートで政治も取り組まなきゃなんないし、取り込んできた人たちいっぱいいるんですよ。テレビでもそれ放送してるんですよね。だからそういう話も僕はいろいろ、まあ、世間に、発表したいし、エンゼルスの話に戻しますけども、ね。僕はエンゼルスというチームを進めました。トラウト選手がいましたから。翔平の能力を知ってたし、結局、敬遠とかをする人たちがいるでしょ？後ろにトラウトがいたら、心強い後ろのバッターがいたら、翔平とランナー溜まってきたら、ワンヒットで2点3点取られるかも可能性が出てくるから、いや、だから翔平がね、歩かされてファースト行くでしょ？翔平足早いから、長打打たれたらホームランじゃなくても、ホームまで帰ってくるかもしれない。だから勝負せざるを得ないっていう状況を作りたいんですよ。だからエンジェルスに行ってもらったんですよ。あと、試合の時間帯がね、だいたい日本時間だと朝の9時ぐらいからかな。だいたい向こうの西地区の夜の時間帯の試合の時間帯が朝の時間帯だから、時間噛み合うんですよね。だからまあ対応できるとか。まあそういう風な部分があると。今回の、ワールドベースボールクラシックの、決勝戦のドラマチックでね、大谷翔平と、マイク・トラウトというアメリカを代表する選手と日本を代表する選手が決勝で行って、今年、エンゼルスが、ね、翔平がサイ・ヤング賞を目指して、年間80本のホームランを目指して、まあ、マイク・トラウト選手も打つと思いますよ。いつも通り。で、他の球団を押しのけて、それこそもう気合の世界ですよ。
他のバッターが打たんかっても俺らがどうにかしたるんやっていう背中を見せて、で他のバッターとかも絶対俺たちもどうにかして塁に出るんだっていうようなチームを作って、でちょっとでも隙があったら一つでも先の塁に出て、バントの練習もしっかりして、絶対彼らに伝わったっていう野球をして、ピッチャーも頑張って、野手もエラーをしないようにしっかりと頑張って練習して、詰める、仕上げるところきっちり仕上げて、ワールドシリーズ優勝を目指すんですよ、今年。だそういう部分で、今年のエンゼルスは面白いですよ。で、いろんなことを伝えてきた、日本には、私の、応援してるチーム、地元の阪神タイガースというチームがあります。そこはそこで、良い選手揃ってるんですよね。1、2番に足の速い選手、作らなあかんっていうことを何年も前に言っていて、矢野監督の時にそれは完成したんですよ。で、もちろん4番もいなきゃなんないし、クリーンナップをしっかり打てなきゃなんない。で、大山選手や、佐藤輝明選手は現れたと。もう揃ってきてるんですよね、阪神も本当は。で、昔から阪神は JFK という時代ができてから、ジョン・F・ ケネディっていう受け取り方もできるんですけども、そこにはそこの理由があるんですけどね。中継ぎと抑えの層が、まあ12球団厚いと言っても過言じゃないぐらい、阪神タイガースはこだわってるんですよね。で、先発陣もそれなりに揃ってると。だから今年の阪神面白いですよ。藤浪晋太郎がアメリカに行きましたけども、新しいピッチャーも、2年前から入ってきてますし、高卒の子ですけどね。そろそろ頭角を現し始めるかもしれません。藤川球児の、高知県だったかな。そこ出身の子で、まあ、高卒の子だったんですけど、その時阪神タイガースは違う選手をドラフト1位で、他の球団と競合で、くじ引いて、外れで、その選手を指名してるんですけども、僕から言わせれば大当たりなんです。いや、その選手で正解ですよって。世の中の流れとか動きとか全部見てたら何かあるんですよ。何かが。で、それのいろんな部分ではっきりとしてるんですよね。まあ、それは別に企業秘密じゃなくて、まあ、今回は YouTube にもアップするようで、スポーツのことについて、ワールドベースボールクラシックの結果について述べさせていただきました。まあ、その内容については、一旦は言う、まあ、それが世間でも大っぴらに言えるような状況になったらね、YouTube にアップしようかなと思います。長い間ご清聴ありがとうございました。今回のワールドベースボールクラシック、関係者の皆さんへの、メッセージ、あと一般の方たちへのメッセージではあるんですけどね。皆さん、最高のひとときでした。お疲れ様でした。長い間ご清聴ありがとうございました。この後、仕組み言っておきますから、それをまたみんなでスポーツ界の人たち見といてください。